ああ、どうも、こんにちは。どうも。よろしくお願いしますよ。これで話ができてんだ。え？これで話ができてんだね。そうですよ。簡単でしょ先生はもう本当にすごいね。う。なんでですか？ この間のね、検柳小医症のね、仏前に沈香を詰めた。ね。もし然らずんば、仏前に沈香を詰めっていう質問があったじゃないですか。あれはまさにご供養のことですよ、本当に。あ、それでいいんだ。うん。なんか、そうかなと思っても、まさか違った。私は検証会やめさせてね。うん。それで、東京の実家が日蓮宗主で、おふくろのところ行って、それで日蓮宗主入った、お母さんがいるんですよ。千葉の時なんだけど。はで、勉強ができないし、いろんなこと聞いてくるんですよ。い、はい私が検証会入れたから責任があるからさ、はい、ええ、あんでもあんま分からんって、なんでも聞いてきなよって言ってあるんだけどね。ええ、心の中恐ろしくてしょうがないんだけど。まあでもね、基本的にはその人の所属するお寺のご住職に聞くように指導した方がいいですだからね。私がね、どこで入ったか分かんないんだけど、よく東博へ行くのは、ってなんですよ。はいはい。だからそこで行って東博をやってるんだけど、やっぱり家庭がね、なんか子供のことですごい悩んでるんですよ。子供がね、入れば一番いいんだけど、あんでもとにかく住職に相談しなよって私も常に言ってるんですよ。子供がね、失敗しちゃって、もう何千万も借金しちゃって、親父がなんか1ヶ月、なんか今相当補填してるみたいなんだけどね、もう、自己破産じゃないと元に帰らないような状態になっちゃったの。だから私もそういうふうに勧めたんだけど、それで母ちゃんだけは日蓮宗主に入って、一生懸命今勉強中なんですよ。で、その勉強中の中で、その息子のことがいつも頭に絡むわけですよ。だから、できることは俺も俺に訴えないよ、気が晴れればそれでいいよって言ってあってね、なんか豊田さんに会いたいって言ったんだけど、もう日蓮宗主減ってて、どっかの、どこに減ったかって聞いても、なんかよう分からないんだよ。どこかへ、おめえ、連れて行ってもらって、お母ちゃんに連れて行ってもらってならなくて、なんか、息子に、そこの跡取りの息子に連れて行ってもらったらしいんですよ。だから、どこの法華経の人なんだか、妙観光なんだ、私わかんないけど、誰かがなんか、やっぱ頭にいるわけだよね。その人にまず相談してみなーって言ったんだけど、それがなんか、どこまで分かってるのか全然気づかないんだけどね。やっぱりね、そういうその他支部の人に我々はね、なんかいろいろ言っちゃいけないんだよね。希望、まあ指導がましいことを僕も言えないので、そその、う。驚愕のことも、勝手にやっぱりいろんなことをちょっと言うわけにいかないんだよね。だから勲章会に、7年ぐらいやってたかな。でも私はもうやめろってやめさせたんだけど。それで日蓮宗主入れよって、お母ちゃんとこ行って入れよって言ったからさ、ある程度責任感じちゃってるんですよ。まあでもその入ったんだからもうそっちの人が指導とか育成しなきゃいけなまあいわそうけいよ。う、私も思いでいます。だから、だからもしね、聞いてくることは拒否はしないけどさ、ただもしね、これが慣例化しちゃうと、平野さん自身の質問だと思ったから僕も今答えたけど、もし他支部の人がその検柳小医師匠の軒となって寺社に仕えようじゃねえや、仏前に沈香を詰めっていうことをね、聞いてきたとして、この
この今の話は違いますよ。私個人ですよ。ああ、なんだ。それならそれでいいです。ただこれ、順番があって、あれですよ。まず、第一番目にしなきゃいけないことは、五体を血に投げ、変身より足を、汗を流せっていうのが、まず第一番目なんですよ。つまり、五体なんとかってありましたね。そう。これがね、順序がちゃんとあるんですよ。要は、まず本当に自分の命を、成仏をさせたい。っていうことは、今の五法上人なり、五法上人、まあ、もっと言えば大上人様以来の五法上人に、心腹随従っていう、本当に命の底から、尊心申し上げる。そういう心が、なかなか、我々は、身につかないって言ってるわけですよ。信心、そういうのは信心が薄いんだよってはっきり大上人はおっしゃっていて。で、もしそういう根性を直したかったら、どうするかっていう、その順番があって、一番目が、まず、五体を血に投げ、変身より足を、汗を流せ。つまり、尺伏をしなさい。尺伏に汗を流して歩きなさいってこと。そう、一番目がね、一番目が、ね。簡単に言えばね。一番目。で、それは、なんとなくわかります。で、足腰が弱いとか、いろいろなかなか、まあ、年も取った人、なかなかそれができないよっていう人は、仏前に鎮法を詰めなんですよ。今度は、財を持って、みんな若い者と一緒にワン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 釈伏とか、方々呵責がなかなかできない、そういうんであれば、じゃあ今度は財を持ってご供養申し上げなさいと。そして、それすらもうできない、お金もないという人は、抜きとなって自社に使えよっていう。今度はもう、お寺にご奉公、総本山お寺にご奉公しなさいよっていう。まあ、こういう流れなんですね。あれは何？お寺にご奉公しなさいって意味なの？そうですよ。抜きとなって自社に使えよってことは、まさにそういうことよ。今で言ったら、別しては、御法上人芸家にお使い申し上げなさい。だけど、我々が直接御法上人芸家に、お使い申し上げる機会すらそもそもないので、それで、つまり所属寺院のご住職にお使い申し上げなさいって意味なんですよ。で、その順番をどちらがあって、釈迦もあんまりやれるのにやらないで、まあ、財の供養だけしてればいいやとか、あるいはお寺のご奉公だけしてればいいやっていうのは、それはちょっと順序が違うよってことなんだよね。そこを勘違いしてはいけませんと。じゃあお寺の中に、まあ、お手伝いとして入って召使いみたいなことでもいいんだ。うん、まあ要はお寺の召使いって言い方はまあね、抜きとなって自社に使いようだから確かに召使いになれってことなんだけど、でも意味とすれば、現代で意味とすれば、たとえ、これでも菩提寺ですよ。菩提寺へお使いすることだからね。三景寺院にそんなに別にお使いしてることを推奨してる話じゃないんです。やっぱりケチ脈の筋目っていうのがあるから。だから、我々においては、菩提寺妙想寺へ、例えば年に一回参詣した時に、草の、庭の雑草一本でも蒸しって帰ってくるとかね。そういうことが、これに。よくほら、もうみんな掃除人がよく休みに来てやってますよね。うん。どこの、まあ、お寺もやってると思うけど、うん。あれでも一分のご奉公なんだね。彼らはね、彼らは所属寺院だからご奉公になるけど、我々は、まあ、全然ならないっていうのは語弊があるけど、基本筋目としては、所属寺院のお寺へ、菩提寺のお寺へご奉公しないと、本当の意味の功徳は進まないっていう、厳しく言えばそうなりますね。まあ、なるほどね。うん。まあ、それで、ごめんなさいね。もう、ご当人が来られてるので、今日の本題。はい。私は、ドクター知らないからさ。うん。本題に入りたいと思います。よろしく。はい、お願いします。